お兄さん、何を見てるの？私はマイだよ。見てたんだね、不器用。ごめん、狭かったかな。ひどいな。おかげさまで、多くのお客さんに愛されてるよ。本当嬉しい。それにね、私はどうしてもお金が必要だから、忙しいのは苦にならないんだよ。ありがとう。お兄さんは優しいのね。
君一人佇む公園、霞んで見えた、おかしいな、近くにいるはずなのに届きそう。なんだ、お兄さん来てたのか。声かけてよ。一人で歌ってて変じゃない？この歌はね、月のテラスっていうの。舞の歌なんだ。舞ソング。趣味っていうか、ただ好きなだけなんだけどね。ただこうやってね、私の中にある思いを言葉にしてみないと、私っていうものがわからないっていうか。私はどこにいるんだろう。私はどんな存在なんだろうって。前はここにいるよね。お兄さんといるんだもんね。変なこと言ってごめんね。あのね、話は変わるんだけどね、お兄さん、次の水曜日ってなんか表示あるかな？
ったらなんだけど、前に一日付き合ってほしいんだよ。一人で街に出るのはなんだかなって思って。あ、前にお友達がいないわけじゃないよ。ただこの仕事してると時間とか合わないじゃない？ね？だからお休み一緒のお兄さんならどうかって。あ、でも誰でもいいってんじゃなくてね。見られちゃうかもしれないんだよ。